ちょっといい？はい、何でしょう。あなたがコルナさん？私たち遊撃士協会の者なんだけど。まあ、来てくださったのね。お待ちしておりました。私が依頼を出したコルナです。あ、はじめまして、遊撃士のエステル・ブライトよ。突然お呼び立てして申し訳ありません。ですが私一人の力ではもうどうしようもないのです。とりあえずお話だけでも聞いてはいただけませんでしょうか。うん、大丈夫よ。こんな大勢で立ち話もないわね。まずは座らせてもらいましょう。あっと、そうね。じゃあ適当な場所に落ち着くことにしますか。掲示板を見たけど人を探しているそうね。なんでも10年前に行方不明になったとか。はい、実は姪を探しているのです。名はレイニと申しまして、無事でいてくれれば今頃は20歳のはずです。無事でいてくれれば。なるほど、10年前の意味がようやくわかったわ。100日戦役ですね。あ、はい、お察しの通りです。当時姉の一家がこの町に滞在しておりましてね、不運にもあの突然の戦火に巻き込まれてしまったのです。間もなく知人のつてで姉夫婦の死を知りましたが、10歳になるレーニの行方は最後まで分かりませんでした。あれから10年、私たちもすっかり諦めてしまっていたのですが、ところが最近になって新たな知らせがあったのです。レーニを現地の方に預けたと、そうおっしゃる方が現れたの。それじゃレーニさんは生きてるの？それはわかりません。何しろ預けた方のお名前もわかっていないぐらいですから。ああ、そうなんだ。でも私は信じていますの。きっとあの子は生きています。そう信じているからこそ皆さんにお願いするのですわ。事情は分かったわ。確かに調べてみる価値はあるわね。でもちょっと手がかりが少ないわね。今のところ分かってるのはその人の名前と年齢だけよ。あの、それなら写真をお持ちくださいませ。写真ってレイニさんの？ええ、こんなものですが。可愛い女の子ですね。まったくだな。10歳ぐらいというところか。ちょうど10歳ですわ。誕生日の時に撮ったそうですから。エステルさん、どうかしましたか？うん、ちょっとやりきれなくって。こんな子があの戦争で辛い目にあったかと思うとね。ああ、言葉も出ないな。なんとか努力して家族に会わせてやろう。では、この写真、拝借させてもらうぞ。はい、お持ちください。さてと、これで一通り話を聞いたわけだけど、どうやって捜査を始めようかしらね。そうね、せっかくなんだし、写真を使わせてもらいましょう。え、写真を？ええ、とにかくそれを街の人に見せて歩くのよ。写真の人物を見れば何か思い出す人もいるでしょう。そっか、
昔といってもまだ10年前のことだもんね。それじゃあまずはその方法で捜査を始めてみるとしますか。どうぞよろしくお願いします。何かありましたらまたこちらにいらしてくださいね。うん、わかったわ。おや、その写真、この子を知ってるの？見覚えはあるのじゃが、はてさて誰じゃったかの。なるほど、掲示板にあった人探しの依頼をやっとるんじゃな。難しい仕事じゃとは思うが、なんとか探し出してやってくれ。依頼者のご婦人にはもうわしら以外に頼る相手がおらんのだからの。尋ね人でございますか。あいにくと私めには見覚えがございませんが、この緑色の瞳には何か引っかかるものがございます。当店のお客様の中にこんな瞳の方がいらしたでしょうか。行方調査の最中か。このケース、手がかりは髪の色だ。表情は成長とともに大きく変わってしまうからな。先入観を捨てることだ。ほう、その写真の少女の足取りを追っているのですか。誠に残念ながら私には記憶がありませんが、女神のお導きがあれば必ずや巡り会えるでしょう。最後まで望みを捨てず、どうか使命を果たしてください。かわいそうに、10年前に行方知れずになった子か。うちのお客さんの中にはこの子に似た人はいませんね。残念ですけど。見覚えがないな。女性客は珍しいから、もし来てたら覚えてると思うぜ。たとえ10年前の写真でも雰囲気ぐらいは似てるはずだろ。百日戦役の時はこんな子がたくさん孤児になったのさ。誰が何と言ったってあんなことは間違ってるんだ。誰だってその写真を見れば
それに気づくはずなんだがね。繊細孤児を探しとるんか。はあ、痛ましい話やな。当時のことを思い返すと今でも胸が締め付けられるわ。10年前の戦役で行方知れずになった方ですか。誠に心苦しいが、私は力になれないようだ。他の方々に聞いてごらんなさい。手がかりが得られるかもしれません。人探しかい。なるほど、10年前の話かい。残念だけど見覚えはないね。でも頑張っとくれ。戦争で生き別れるなんざ。おお、尋ね人ですかな。なるほどなるほど。残念ながらわしには覚えがありませんの。お力になれずに申し訳ない。他を当たってみてくださいませ。あれ、その写真の子、どっかで見たような気が。でも他人の空似かも。ごめん、気にしないでくれ。お、かわいい子じゃないか。グリーンの瞳なんて涼しげで素敵だよ。近くにこんな子がいたら絶対放っておかないね。この写真に写っている方をお探しなのですか。さて、終わりましたね。お客様のお顔ならともかく、10年も前のお姿となりますと、申し訳ありませんが、ご勘弁願えませんでしょうか。おや、この写真見覚えがあるの。はっきりしたことは思い出せないのですが、旦那様の書斎でこの少女の写真を見た記憶がございます。一体どなたの写真なのでしょうか。その時私も不思議に思ったものです。わあ、かわいい子ですね。子供の頃の私にそっくりかも。
私一体どこで。うん、実はね。そうですか、今になってそんな話が。何か心当たりがあるの？ええ、ちょっとあの、この写真リラにお見せになりまして。リラさんに？ううん、まだだけど。でしたらまずはそうなさるといいわ。多分手がかりが得られると思いますわよ。この写真は。うん、実はね。心当たりがあるの？いえ、何でもありません。本当に？すごく驚いてたように見えたんですけど。ええ、知人に大変よく似ておりましたので、それでちょっと戸惑ってしまっただけです。そっか。おかしいわね。リラさんに聞けばわかるってメーベル市長は言ってたのに。おや、そうでしたか。ともかく私はこれで失礼いたします。何しろまだ仕事がございますので。それで皆さん、その写真もうリラにはお見せになって。あ、うん、見てもらってきたわ。それで何か言っていませんでしたか？なんだかすごく驚いてたみたいだけど。でも結局それだけで何も言ってくれなかったのよ。これってやっぱり何か隠しているのかしら。そうでしたか。やはり私が話さないとダメなようね。ちょっと話が見えてこないんだけど、一体どういうこと？あの写真の少女、あれはリラですわ。まあ、こいつは驚いたな。あの、それって間違いないの？ええ、確かだと思います。リラが当家に来たのは、今から10年前のとある日。ボースが百日戦役の戦火に包まれた、まさにその日でした。そうだったんだ。市民の避難先から戻った父が、一人の少女を連れてきましたの。見ず知らずの方に託されたと。そう父は申しておりましたが、その女の子がリラなのです。コルナさんの証言と一致する部分が多いわね。信頼できる話だと思うわ。でも名前が違うじゃない。コルナさんの名簿さんはレーニって名前のはずでしょ。レーニ、それがリラの元の名ですの？うん、依頼者はそう言ってたわ。ひょっとしてメーベル市長もリラさんの本名を知らないの？ええ、残念ながら。本人が名乗らなかったのか。名前も言えないほど幼かったとは思えないが。ええ、名乗ってくれればよかったのでしょうが、当家に来た頃のリラは口を聞いてくれませんでしたの。何と申したらよいのか。そう、まるで言葉を忘れたような状態だったのです。どういうこと？精神的なショックによる一時的な失語症かもしれんな。過酷な体験によって起こることもあるらしいが、まったくため息しか出んな。よほど辛い目にあったのだろう。ええ、きっと心に深い傷を負っていたのでしょうね。みんなで努力しましたが、
あれは心を閉ざしたままで。ですから、私たちにも、リラの本名はわからないのです。じゃあ、今のリラさんって名前は？父が名付けたものですわ。名前がないのでは、何かと不便ですからね。なるほど。お話はわかったわ。そういうことなら、あとは本人に聞くしかないわね。ええ、そうなりますわね。ともかく、あの子を呼んでみることにいたしましょう。お連れいたしました。ありがとう、サラ。もう下がっていいわよ。はい、失礼いたします。こちらにいらっしゃい。何かご用でしょうか？あの写真、私も見せてもらいました。久しぶりに懐かしい顔に出会えたわ。リラ、あれはあなたね。黙っている理由は私にも察しがついたよ。あなた、父のことを気にしているのでしょう。あなたが暴風に深い恩義を感じているのは知っています。でもね、リラ。それをあなたの人生の重荷にはしてほしくないの。重荷、ですか？ええ。現に今のあなたは、口を閉ざしているじゃない。父に対する負い目が、そうさせているのではなくて。そんなことは。父はよく言っていたわ。過去に囚われている限り、決して新しい道は開けないと。リラ、あなたはもう十分に、当家のために働いてくれたわ。もうこれ以上、過去に引きずられる必要はないのよ。コルナさんにお会いなさい。会って、自分の人生を取り戻してちょうだい。お嬢様、おっしゃることはよくわかります。しかし、残念ですが、皆様がお探しの霊には、もうここにはおりません。え？どういうこと？霊にはあの戦争で、父母と共に命を失いました。この大地のどこかで、今も安らかに眠っている。私はそう信じて、今日まで生きてきました。そうとでも思わないと、寂しくて、たまらなくて。リラ。リラさん。そんな、そうだったの？あなたがそんな気持ちを、今まで抱えていただなんて。でも、リラさん。もう、そんな嘘は必要ないんじゃない？メイベル市長やサラさん、羊のメントスさんに、マーケットの人たち、みんなリラさんのこと、身内みたいに思ってくれてる。今のリラさんは、ちっとも孤独なんかじゃないわ。エステルさん。エステル。私も、その通りだと思います。うん。俺も同じ意見だぞ。あくまで今回の事件を間近で見ての印象だがな。リラ、皆さんの声が聞こえた。私にとっても、あなたは、大切な私の家族の一員。いいえ、父が亡くなった後は、あなたが唯一の家族だったわ。なのに、孤独だったなんて。そんな悲しいことは、どうか言わないでちょうだい。お嬢様。それにね、リラ。辛い出来事を忘れるために、自分に嘘をつくだなんて。それこそ、父の嫌っていた、過去に囚われた姿そのものよ。せっかくの父の教え、無駄にはしないでちょうだい。リラ、コルナさんにお会いなさい。それ
それともあなたは、恩人の教えを無視するような、恩知らずな人間なのかしら？わかりました。降参です。まったくお嬢様も人が悪い。そんな風に言われたら、誰も嫌とは言えませんよ。そう仕向けるのが、交渉事の基本ですわ。どうやら話もまとまったようだな。よかったわ、丸く収まってくれて。ええ、なんとか。さて、では早速お会いしに参りましょう。会いに行くってメイベル市長が？別に問題はないわよ。お父様の名代という形で同席を許可できると思うわ。恩に来ますわ。リラ、行きますわよ。はい。それでは、お供いたします。もう何を言ってるの？お供するのは私の方ですわ。ほら、先に立って歩きなさい。ですが。たまにはいいんじゃないかしら。だって主役はリラさんなんだし。そういうことですわ。さあ、早く行きなさい。私は後からついていきますから。お嬢様。そうだったの。まさか、そんなことになっていたなんて。レーニ、今までごめんなさいね。もっと早くに見つけてあげたかった。いいえ、おばさま、謝ったりなさらないで。すべては時代のせい、誰にも罪はないのです。それに、この10年の間、私は本当に幸せでしたから。メイベルさん、改めてお礼させてください。あなたとお父上はまさしく私たちの恩人ですわ。いいえ、そんなことは。感謝しなければならないのはむしろ私たちの方ですわ。リラがいたおかげでどれほど励まされたか。失礼、レーニさんでしたわね。いいえ、いつものようにお呼びになってくださいな。こちらではその名前で生きてきたのですからね。でもよかった、この子が幸せでいてくれて。メイベルさん、これからもどうぞこの子をよろしくお願いします。ええ、それはもちろんですが、あの、リラを連れて帰るおつもりはございませんの？はい、はじめはもちろんそのつもりでおりましたが、今のこの子の姿を見たらそんな気はなくなりましたわ。このままここで暮らすこと、それが一番この子にとって幸せなことに違いありません。おばさま。そんな顔をしないで。もちろんたまには私にも顔を見せてくださいね。そうしょっちゅうというわけにはいかないでしょうけれど。あら、どうしてですの？お話ししていませんでしたが、私たちの故郷は遠いところなんです。レマン自治州という土地を皆さんご存知ですかしら？レマン自治州？それってあの教会の訓練場がある場所よね。面白い偶然もあったものね。そっか、リラさんって実は外国の人だったんだ。言われてみれば確かに独特な雰囲気があるけど、
飛行船があるとはいえ、まだまだ行き来は大変ですわ。いつの日にかあなたに訪ねてきてほしいけれども、それまでは手紙でのやり取りになってしまうわね。はい、ですが、きっとお暇をいただいていつかお伺いしますから。ええ、その日が来るのを指折り数えて待ちますわ。さあ、例に最後にもう一度顔をよく見せてちょうだい。本当に姉さんそっくりになって。母に？ええ、生き写しだわ。若くして亡くなったあなたのお母さんに。ずっとあなたを見守っていてくれたのね。素晴らしい方と出会えたのもきっとそのご加護のおかげだわ。お母さんの分も幸せに生きてちょうだいね。はい、おばさま、お約束いたしますわ。お嬢様、先ほどの話だけど、いつにするつもり？里帰りの日取りですか？いえ、もちろんまだ決めていませんが。そう、もし決まったら早めに知らせてちょうだい。私もスケジュールを調整しなければならないから。お嬢様がですか？ええ、私も一緒に行こうかと思っているの。あなたの故郷がどんなところかぜひ見てみたいですからね。それにリラの子供の頃の話もいろいろとお聞きしようと思って。あなただってお父様から私の話を聞いているでしょ。こっちも弱みを握らないと取引としてフェアではないわ。なるほど、それが狙いですか。しかしお断りしておきますが、私の子供時代は至って貧困法制。おてんばだったお嬢様と違い、聞かれて困る話などありません。あら、それはどうかしら。あまり私の交渉術を甘く見ない方がよろしくてよ。お手並み拝見いたします。では帰省の日取りは追ってお伝えしますから。ええ、お願いしますわ。さてと、今日の予定はどうなっていたかしら。はい、お茶の時間まで市長邸にてご執務、その後マーケットの新規参入審査会がございます。まあ、審査会は今日でしたっけ？大変ですわ。早く書類に目を通さないと。リラ、急ぎますわよ。やれやれ、この調子では休暇など当分先の話になりそうですね。無事に目的を達成できたみたいじゃな。何か依頼を達成したらまた報告に来てくれ。